はい、せーの、せーの、はい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 、せーの、トントントントムハウスです。はい、せーの、いつもと服装がでれーん、でれーん、かわいい、かわいいね。こちら新衣装でございます。制服だね、制服、ね、めっちゃピンク、なんかかわいい。みなさん、バレンタインはいかがお過ごしでしょうか。お見過ごしでしょうか。お見過ごし、はい、ありがとうございます。バレンタインの夜です。イエーイ。そんな今日特別企画、デレンデレン、ちょっと難しいな。トンブルにチョコレートあげてみた。ドキあげてみた。彼氏目線、胸かみらしい。胸キュンシチュエーション、シチュエーション、バレンタインデー、カッコバレンタインデー。はい、そういうことです。俺らがさ、胸キュンって言ったっけ。だいぶ初期で、相当前、めっちゃ初期に、相当前、まだ後期いなかったよ。そう、あのラブラブ映画の一言、ワンサイン、ワンサイン、そうじゃない、うん、勇気の伝説の3回の後。要するに、彼氏のフリすればいいんでしょ。いいんですか。じゃあ3回回ってお手からワンな。だってさ、それさ、本当にさ、なんかさ、あの会いに来てくれる時やってて、俺もめっちゃやだ。だから今日のやつは絶対に言わないでください。やって、もう今日で終わりです。絶対やりません。痛い痛い。今日は今回こ個人的に見たい、うん、個人的に見たいってやばいと思う。すごい。はい、まあ、何南国の鳥みたいな笑い方で笑った。進まない、進まない、進まない。要はみんなが俺らにチョコレートを渡すっていうシチュエーションで、そういう気分になれる。なるほど、すごい。彼女目線ですね。でシチュエーションはもう勝手に俺らが決めちゃいます。そうです。なるほど。いやどうしよう、迷うね、迷うね。これとりあえずもう思いついた人からやっていこうか。はーい、はい、それではどうぞ。キンコンカンコーキンコン。お待たせ、今日も一日疲れたね。え、今日ってバレンタインだったの。え、いいのこんなの。美味しそう。お菓子かな。美味しいや。え、これ手作りなの。おめでとう。帰ろっか。はい、カット。おめでとう。待って、待って、ありがとうって言うつもりだった。手作りなの。おめでとう。意味やから。これ絶対レイ一番欲しいためだったね。後の俺らやばいね。ありがとう。一番キャラの声連鎖してしちゃったね、俺ら。やばいね。レイ君、出来栄えはどうです。どう、予定外のセリフをちょっと思わずポロッと出しちゃったんですけど、これを含めて僕かな。やばい、本当に嫌だ、待って。はい、ありがとうございます。みんなの楽しみだから。え、待って待って、レンズ少しかぶっちゃうんですけど、うん、幼馴染と帰る時にチョコレート渡されて、そのノリでされちゃう。する。あ、すごいじゃん。しないでしょ。かっけー。で、誰と。待って、もう分からない。うわ、待って、急に緊張してきた、どうしよう。ごめん、待った。え、なんか恥ずかしいな、幼なじみからチョコレートもらうって。あの、この際だから言うけどさ、俺来週の都大会で金メダル取ったらお前に告白しようと思ってるからさ、もし金メダル取れたら俺と付き合ってください。ちなみに吹奏楽部でした。あれじゃん、もう
まあ、でもちょっと陸部とかサッカー部みたいな。待って無理だ。じゃあ、サッカー、部活の帰りにチョコを渡されて、なんとなく渡した瞬間に告白してきそうな感じだったから止めて告白します。行きます。待って、マジで。あ、ちょっと、え、今日何の日だっけ。あ、今日バレンタインか。え、あ、ちょっと待って。あのさ、俺前から言おうと思ったんだけど、先に言わせたくなくて、俺と付き合ってください。気まず。いいですか、ごめんなさい、いいですか、これで。いやだ、いいですか、いいですか、いいですか、もらったよ、ちゃんと。いや、だってみんな告白する系じゃん。なんかさ、気まず。どうしよう、ね、こんなやばい、これ言うしたで、てかバレンタイン告白する人いいの。まあ、胸キュンだから。キュンキュンした今、今どっち行く。待って、本当に待って、どうしよう。だって、俺ちょっとね、シチュエーションまとめたい。これもね、待って、すごい、知ってる人のやつ見ると照れますね。そう、そうなんよ、見てられないよ。コメントしたくなっちゃう。え、いいよ、長く役したくなっちゃう。優しいね。待って、やっぱ声で出します。付き合ってくれるんだ。どうしてみる。じゃあ僕行こうかな。待って、やばい、海外ラストだよ。行きます。シチュエーションは、ま、ずっと片思いしてくれてて、で毎年チョコをくれている女の子に、ま、普通にありがとうっていう感じのやつなんですけど、胸キュンさせたいと思う。やばい、やばい、やばい。ありがとう、今年もありがとう。毎年くれるよね。大事に食べるね。来年も待ってる。バイバイ。いやー、意外と塩だね。意外と塩だね。塩のりが出てしまった。本当は違う、ね、今緊張してるもんね。塩のりが出て、ふざけが出てない。ちょっと待って、もう一回行きたい。脈なしなんだよ。もう一回やろ。なんか、ちょっと分かった、じゃあ普通にどうしよう、じゃあ社会人になって、あっちも社会人でお仕事、あっちが残業して待っててみたいな。で、まあ2年ぐらい付き合ってみて。おー、なかなかリアル。2年ぐらいでリアルじゃん。2年ぐらい付き合ってるって。別れるか別れないかの方は。で、毎日頑張って選んで現実の。あ、いいじゃん、いいじゃん。現実の話、これ。あ、でも、もしかして現実の話、これ。見られます。やってみようか。よし、じゃあ社会どっちも、あれ、大学側も同じで、社会人にの、あ、じゃあ社会人1年目ぐらい、1年目でお互いで、まあ結構仕事が忙しくて、なかなか会えない中、まあ、なんか久々に会った感じ。はい。バイトーン。わーい。バイト。仕事お疲れ様。残業だったの？毎日頑張ってて偉いね。え、何これ。あ、そっか、今日バレンタインデーか。ありがとう、来年も一緒に過ごそうね。この足なに。よし、俺もいける。頑張った。無理だ、もう無理だ。やばい。いきます。シチュエーションは変わらず。シチュエーションはどうしよう。なんか好きって言わせるって感じ。ああ、好きって言わせる。メーカーゲーム。 OK。 やっほー。え、なにこれ、チョコ。
このチョコってさ、どういう意味のチョコなの？好きっていう意味？ありがとう。でもさ、俺もずっと奈々ちゃんのこと好きだったんだよね。付き合おうぜ！OK ですか？で、待って、やだ！URL があるのでどうぞフォローしてください。お願いします。せーの、バイバーイ。